今日は野菜と海産物の水墨画の3本シリーズの最後ですが、栗とウニの描き方の違いの解説です。この動画は3本シリーズになっております。最初の2分ぐらいは今までのところを10倍速の超早い送りでお届けいたします。それに続きまして1倍速でウニと栗の違いをご紹介します。この動画は師匠にお座っているところの動画です。最後までお楽しみください。イカね、ちょっと気合い入りました。でもじっくり見てると、うん、墨をピッて吹きかけられそうな顔生きてる。で、ね、こいつちょっとこっちよりも、ちょっと気合いでって感じました。ウニが背中に刺さって、かわいそうだな。できるんですよね。栗これでやるとなんかマリモみたいになっちゃうんですよ。まあ、イカの隣にあると海産物に見えるの、うん、海に見えます、ね、いいですね。2杯ですよ。そしたら栗入れないといけない。書き方がちょっと違う。
したらこう割っちゃうとトゲトゲに見えないですよね。で一箇所から出てるんですよね。うん、そうするとギガグリに見えるんですよね。ちょっと海には見えないですよね。こんな感じでしょ。確かに。そうなんですよね。描いてみるとやっぱり、ね、この違いを出した方が分かりやすいです。わざと海と栗があるんですね。そうちょっと違いが、はい、いろいろ違いが分かるようにいろんな技法が入るようにしてあります、ね。このトゲがここにくっついて濃く見えるっていうのが大事ですね。いいなの、こう痛さを強調する。一本ずつの方がこっちは首に見えるんですよね。うん、うん、海と違う感じ。ギザギザのある葉っぱ、ギザギザにある葉っぱはこう葉脈をちょっと出すんですよね。そうするとトゲトゲのある葉っぱにね、桜の場合もちょっとだけ出すんですよね。とギザギザがある葉っぱに見えるんですよね。こんな感じかな。こんな感じ。いろんな生き物の。面白いでしょ。いろんな技法が入ってるからすごい勉強になります。はい。え、ぜひ新しい。新しい。はい。ありがとうございます。この動画は野菜、海産物、栗とウニの3本シリーズとなっております。他にもたくさんの水墨画の動画をアップしております。その他に私が描いた墨絵の可愛いイラストや年賀状、東京のアート情報や日本の文化伝統の情報を配信しております。チャンネル登録をして、また次回もお楽しみください。それではごめんください。